今回は正直レビューでいきたいと思います。電車を見たらあれっていう A とかと近くないですか？よからぬこと言いましたね僕も。あと出面に関しては調整しましょう。はい、これはまあもう指導に関してはノーコメントでお願いします。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG SL43 2022年式走行距離100キロこちらの車両になります。今回は正直レビューでいきたいと思います、まあ、いつも正直じゃないっていうわけじゃないんですけど、はい、思ってたのと違ったっすまあ、はい、いろんなレビューも見たんですけどやっぱり同じ、まあ、ニュアンスのことを書いてる方とか、うん、動画なんかと喋ってる方いらっしゃいましたけど、やっぱりこう歴史のある車じゃないですか、はい、なんでそれぞれこう皆さん思うところがあるみたい、うん、でこう一貫してるところもあればその状況に合わせて、まあ、時代に合わせて、まあ、いろんな例えば屋根が変わったりだとか、はい、スタイリングが変わったりとかしてるんで多分みんなが思い描いてる SL ってそれぞれあるんだと思うんですよね、はい、で特に僕個人的にですよ、はい、めちゃくちゃ期待してたんですよ、はい、で写真が出た時もわすっごいかっこいいなと思ったんですよ、はい、だ現車を見たらあれっていう、あー、なるほど、写真と結構イメージ違うなっていう、うん、あと実際触ってみて質感が違ったりだとか、はい、まあ、全体的なそのサイズ感だったりだとか、うん、まあ、その辺のブレというか、はい、ズレがあったんでその辺も包み隠さず今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、というわけで今回 SL2022 年式なんですけど先月登録したばっかりということで、はい、新型です。まだ多分中古車市場にはあまり出回ってない232の方ですね。街でもほとんど見かけないですよね。はい、ようやくこの1週間で私1台見たぐらいです。僕まだ野生の SL43 まだ見かけてないんですよ。まだそうですね。そのぐらいレア車種ということ で、はい、でしかも今後じゃんじゃんこう増えてくるかっていうとどうもそうじゃないみたいな感じで、うん、はい、なんか次の納車というかはだいぶ先になるケースなんか、うん、今、まあディーラーさんとかによっても違うと思うんですけど僕がちょっと聞いてる限りやっぱ黒白とか人気色は結構早い段階でもうやっぱ売れてしまって違うカラーが少しこう在庫で最初入ってきた分が少しあったりするみたいなんですけども今から頼もうと思うともう来年の秋冬ぐらいっていうのはちょっとちらっと聞きましたっていう話もあるぐらい、はい、まあ、その需要がすごく多いのか、はい、まあ、供給の方が追いついてるのか分からないですけど、まあ、非常に希少な車で、はい、で今の現在のラインナップとしては国内はまだ43だけなんですよ。43だけです、はい、本国だともう63も出てるみたいというか、うん、もう今年初めくらいから多分写真とかいろいろ市場レポートとか出てましたよね。 63の方もなんで今回この43っていうのが日本唯一のラインナップの車種になって、はい、まあ、今後増えてくるんじゃないかなと。そうです、はい、そして、まあ、SL といえば、まあ、いろんな伝統的なものがあるじゃないですか、はい、でまず外観から見ていきたいんですけどもう SL といえばもうパナメリカーナグリルですよ、はい、で今いろんな車がこうパナメリカーナグリル採用してて、うん、純正、新型で、はい、でその流行りに便乗して社外品なんかもあるじゃないですか、はい、それ設定ないよって車もすっごく増えてきたんで、はい、パナメリカーナグリル目新しさってなくなっちゃったんですけどもともとはこれ SL のものなんですよね。そうです、そうです、はい、でそれこそ一番初期の SL300SL からスタートしてこれが彼らパナメリカーナメヒコの、はい、レースで、まあ、初出場初優勝、はい、でしかもワンツーフィニッシュを成し遂げた、はい、もう伝説の車から来てるこのグリルということで、はい、やっぱりもうこれしかないんじゃないかなと、うん、はい、もうこれ一択だなっていう感じがしました、はい、でこれ写真見た時は前回りも僕めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ、はい、ただ今日池田君に言われてA とかと近くないですかよからぬこと言いましたね僕も。確かにそう一回言われると前回り最近メルセデスみんな共通化してきてるんで全体的なこの雰囲気というかは、はい、確かにその辺に似てますよね。ちょっとそうですね、まあ、見る角度とかによってはやっぱりそう見えなくもないという感じします。で全体的なシルエットとしてはやっぱりこう特別感めちゃくちゃあるじゃないですか、はい、このすっごい低いボンネットと、うん、もうほぼボンネットと同じ高さのフェンダーと、はい、もうレーシングカーじゃないですか、はい、なんですけどこれ一回もう言われちゃったら確かにクラスっぽいなって思ってしまいました、はい、まあ、メーカーの狙いなんでしょうけどねこのあたりっていうのは本当に特に最近そのまあ空力だったりだとか安全性なんかの関係で車に凹凸が作れないんですよね、うん、はい、なんで本当にこうもう真っ平ら、はい、まあ、立体感がこう車全体的なシルエットとしてはない、うん、ただバンパーなんかはやっぱり63伝統のこのなんていうんですか大きく口の開いた感じのバンパーで、はい、まあ、その辺は AMG らしさがあるのかなと、うんうん、
はい、で一つ大きなトピックとしてはこのモデルから、通常のメルセデスブランドの SL が消滅してるんですよね、はい、で全て AMG から、はい、メルセデス AMG ですね、はい、で装備に関してはもう伝統の SL ですから、はい、もうトップグレードのこのヘッドライト、はい、これが130万ピクセルでしたっけ、はい、223なんかにも採用されているこのプロデクションモジュールヘッドライトっていう、はい、まあ、日本仕様だと多分オフになってるんですけど地面にこうその先工事中とか出せる、はい、よく見るとこうつぶつぶつぶというか、はい、ありますね。レンズがすごい細かくカットされているこのタイプのヘッドライトですよね、はい、こちらも標準でついてくると。で基本的に SL43 ほとんどオプションないんですよね。もうほぼないです、はい、本当に数えるだけ。ヘッドアップディスプレイかあと屋根 の色味、はいですね、内装の色味ぐらいなもので、はい、まあ、基本的にその何がないとかっていうのはほぼない、はい。で便利装備だったりだとかあとは安全装備に関してはメルセデスってこう差別がないんですよ、はい、基本的にベースの A クラスからトップレンジの S クラスまで、はい、まあ、もちろんその快適装備まで含めると違いはありますけども、うん、基本的にそういった安全装備なんかは全部フルフルでついてる、はい、あともう一つとしてはこのサイズ感、はい、いまいちこう写真だとサイズ感全然分からなかったんですよ、うん、でこれ具体的なものでいくと全長の方が4700、はい、全幅の方が1915で全高の方が1370、はい、でこれ何と比べたら分かりやすいかなと思って、AMG GT のロードスター、はい、これと比べると全長が、SL の方が長いんですよ。ははは。ちなみに AMG GT ロードスターと全長が4544、全幅の方が1939、全高の方が1259ということなんで、はい、全長が SL の方がちょっとだけ長いと。長い、はい、で全幅に関してはもう当然 AMG GT の方がある、はい、で全高に関してはまあ少し高い、はい、まあ、サイズ感には割と似てるのかなと思いきや、うんうんうん、まあ、ちょっと違うところもあった、はい、感じになっております。であとはまあボンネットのこのパワードームというか、はい、この凹凸、はい、この辺なんかも伝統を受け継いでるかな。そうですね。そして横に回ってきてこの全体的なスタイリングに関しても、まあ、初代 300SL を彷彿とさせるような、はい、このロングノーズで後ろが丸くなってるという、はい、これはめちゃくちゃこう写真で見てかっこいいなと思ったんですよ。そうですね、はい、ただいろいろ意見あるんでそれ後ろ で、 、はい、で横のシルエット、はい、僕個人的な意見ですよ、ここになんか1本欲しかったなと思っちゃったんですよ、うん、ちょっとなんかシンプルですよね本当に。300S でってここにこうボコっていうのついてるじゃないですか、はい、あれなんか欲しかったなと、うん、でもう一つ言うとこの このこれも、はい、なんかもうちょっとこっちでなんかして欲しかったなっ、はい、っていうのは最近アメ車 そのリバイバルした車ってあるじゃないですか、うん、まあ、マスタングにしろ、はい、チャレンジャーにしろ、あの辺ってこう本当に昔のシルエットとスタイリングをそのままなんかこう現代版にリメイクしてて、うん、はい、あのノリが SL ってやっぱり特別な車なんで、うん、あってもよかったのかなって個人的には思いました、はい、ただ写真で見た時はこのスタイリングが新しいものとしてかなりかっこいいなと思いました、うん、そして足元の方がこちら、はい、AMG の5ツインスポーク、はい、この手のホイールも最近の AMG、はい、もう、まあ、定番というかよく他のモデルでも採用されてるですよね、はい、このエアロディスクというかこのリングが入ってるのとか、はい、あとここを厚く取ってるやつとか、うんうんうん、まあ、その他 AMG モデルなんかも採用してる、はい、その流れに乗っかったものなんですけど、うん、これも正直言っていいですか、SL これ、うん、ってちょっと思ってしまいました。そうですね、はい、別になんか今回事情があってすごいこう言ってるわけじゃないですよ、はいはい、僕の SL に対する期待値が高すぎました、はいはい、それぐらいこうドイツで初期型の本当に初期初期の 300SL を見たとき衝撃だったんで、実車を見たときにあれって逆でもう写真見たときはふーって感じだったんですけど、はい、現車見たときめちゃくちゃオーラーなんですよ、うん、だそのなんかこうテンションで今日来ちゃったんでおっっていうこのギャップを感じてしまいました。そうですね、はい、で一応これサイズの方はフロント265でしょ、はい、265-40 です、はい、20インチが標準装備ということで、はい、これ43だけなんですよね。はい、そうです。63になるとまた別の方で、はい、サイズ変わります。ただこの辺に関してはボンド東京カスタマイズも得意としてますから、はい、変えていただいてもいいのかなっていうふうに、うん、おそらくだいぶ印象変わるのかなと思います、うんうんうん、だ結構この歴代脈々と続いてきたこの SL をもうそのまま残しながらもう大胆にその前回りとかまあホイールとかまあ内装なんかももちろんそうですけどもう大胆にこう新しいものを取り入れてるんだなっていうのをすごく感じますよね。はい、そうですね。だ昔で言ったらこういうのってないわけじゃないですか、うん、はい、でこれもなんかいろいろ種類が本国だとあるんですか。発表会であったのは63用のホイールを
純正アクセサリーであって、それを履かせることもできるようなことが書かれてたので、もし、まあ、パーツが出ればそういったことも可能かなとは思います。なるほど、はい。まあ、このスタイリングなんで足元変えてもめちゃくちゃかっこいいと思うんですよ、ね。うん。まあ、最近のこのアメリカのカスタマイズの流れに乗って、ちょっと大きい、はい、ちょっとシュッとしたデザインもいいと思いますし、うん、クラシック回帰してメッシュのホイールとかに入っても多分めちゃくちゃ似合うんだろうなっていうふうに思ってしまいました、はい。うん。そしてあとは車高の方は、日本仕様だと全部バネサスということで、はいはい、純正車高で指2本ぐらいですかね、はいはい、これに関してはかなりいい感じじゃないかなと、うん。でサスペンションの方情報を聞いたら、日本仕様は全部バネサスということで、はい、なんか半導体かなんかの関係で、うん、エアサスが設定がない、はい、結構あのホームページで書源とかあのカタログ見ててもところどころにこうその半導体不足でっていうのがすごい文言入ってあるんだ。入ってます入ってます。なのでそれによって仕様が異なる場合がありますっていう注意書きが結構入ってるので。なるほど、はい。なので結構その本国とやっぱ日本仕様だと違う部分もあるのかなと思います。まあ、今後その日本仕様でラインナップされるかどうかわからないですし、まあ、あと63が控えてますからね、はい、そうですね、はい。まあ、この辺どうなのかわからないですけど、一応ショックの方は AMG ライドコントロールサスペンションということで、はい、乗り味も調整できるんですけれども、はい、今回残念ながら距離薄新型車ということで、はい、試乗はできないんで、はい。まあ、機会があればいつか乗ってみたいと思います、はい。うん。そしてもう足回りに関してはもうめちゃくちゃお金かかってるのと、はい、前後5リンクということで、やっぱりこのなんかこうラグジュアリーな雰囲気がすごい SL ってするじゃないですか、はい。けど実は大元で言ったらその 300SL みたいにレーシング直径なんで、はい、走りの方も半端ないんですよね、うん。だいぶ多分まあ今回もしっかり乗れてないですけども、まあ、情報を見たりとかいろんな試乗レビュー見る限りだとやっぱもう最新モデルではあるので、走りはだいぶ進化してるのかなっていう印象は受けますね。でその辺に関係してなんですけど、フレームが今回めちゃくちゃ進化しているということで、はい、なんかもう一新されたフレーム、はい、なんか共通とかじゃなくてもう専用のフレームということ で、はい、でこれがめちゃくちゃ剛性が上がって、仙台比 18% でしたっけ。 18% です、はい。これがねじり剛性ですね。ボディのねじり剛性が仙台の 18% アップ。そして横の剛性に関しては 50%、はい。そして縦の剛性に関してはなんと 40% をマップしているということで、はい、あの走りに対する期待値はまだだいぶ高いです、はいはい。特にその縦横に関しては確か AMG GT ロードスターに対しての比率なので、それはかなり期待できるものですね、はい。なんでその辺もしっかりやってあるんじゃなかろうかと思います、はい。そしてあとは今回大きなトピックとしては帰ってきましたソフトトップということで、はい、今回開けてますけども、これも後で締めたスタイリングを見てみたいと思います、はい。であと全部各部全部黒いんですね。これはそうですね、はい。窓枠なんかもそうですし、はい。まあ、あとこの辺がメッキ残ってたりするんですかね、はい。全体的なプロポーションとしてはもうさすがかなと、うん、はい。割とこう直線的なライン でホイールベースも AMG GT と結構近しいというか、はい。ホイールベースの方が2700ちょうどになっております。そしてあとはリアに関しては当然少し太くなって295/35/20インチで、はい。フロントがブレーキ6ポット、これは6ですね。6ポットだったのが、はい、後ろは片押しですよね。でイエローのキャリパーになると、うん。これ特にオプションとかじゃなく最初からイエロー標準です、はい。そしてキャリパーがめっちゃ下続けるなと。これ低重心化ってことなのかな、だと思います。僕もそのリアキャリパー見た時はびっくりしましたね。かもしくはまあ足回りの構造上、うん。まあ、5リンクでアームが多いんで、まあ、もしかしたらスペースの関係でそうなってるのかなって思いもしなくもないんですけど、この辺はまあ機会があれば下回り覗いてみたりとかしてみたいなと、はい。まあ、基本的にはブレーキ特にポルシェなんかはこう中央に寄せて下につけるっていうのは定番なんで、うん、はい。多分何の意図もなくこれをやってるわけじゃないと思うので、はい。なんでこの辺こんな感じになってると。あと出面に関しては調整しましょう、うん、はい。これはまあもうあの、はい、ぜひうちでやりましょう、はい。そしてやってまいりました、問題のリア。問題って言っても僕の中での問題です、はい、はい。写真で見たのとだいぶ違うなと思ったのは、うん、ここのボリュームなんですよね。そうなんですよね。わかります、はい。なんかフロントからつながるラインでいくと多分ここってなんか少し足されてる感を感じる、うん、ちょっとせり立ってるんですよね。そう、ここからこう少し上がってるんだよね、はい、はい。そうなんですね。言ったら、ポルシェ911のカブリオレみたいな、はい、なんかすごいこうそのままルーフにつながるようなシルエットを、うん、感じると。これだから現車実車見るのと写真で見るのと全然印象が違うなっていう、うん。そうですね、仙台はもう少しこう平らというかフラットなところにルーフがこうかぶさってたので、だいぶそれに見慣れてるとここは結構違和感を覚える部分かなと思いますね。でやっぱりこの辺がこう好みが少し分かれるみたいで、はい、意見がいろいろあったんですけど、うん。まあ、ちょっとこれも屋根閉めてもう一回確認したいと思います、はい、うん。だとテールランプなんかも他のモデルに結構こう共通性を持たした内側まで伸びてる、はい、シュッとしたテールランプ
これもですね、あの僕の勝手な意見ですよ、あの 300SL をめちゃくちゃ期待してたんで、写真で見たときかっこいいなと思ったんですけど、はい、もうちょっとこっちにしたかったなって、まあそうですね、分かる、この 300SL でこう丸くなってここにテールランプがついてるっていうのを勝手に期待してしまいました。ただやっぱりこの辺も凹凸が作れない中、うん、やっぱりうまく処理されてるなっていう感じは、結構 GT をやっぱ意識したデザインですね、リア周りに関しては。確かに、うん、この丸みといい、やっぱりテールライトも結構まあ GT っぽいなっていうのは僕は思いますね。でも最近 その、まあ、燃費性能だったりだとか、はい、安全性だったりだとか、まあ、いろいろなそういったものをクリアしつつ、まあ、現代版にこうデザインし直されたんだろうなっていう、なんか僕勝手になんですけど、なんか苦労の跡を感じるというか、はいはい、そんな感じになっております。そしてリアのスポイラーはこんな感じで、はい、ここをなんか埋め込まれた感じなんですね。そうですね、はい、でこれが車速に応じて出てきたりとか、はい、角度調整できたり、室内のスイッチでもできるみたいなので、はい、あといじってみたいと思います。だとハイマウントがここという、はい、これもちょっと意外だなと、うん、まあ、定番だとカブリオレって結構この辺に埋め込まれてたりとか、はい、まあ、車によってはここに埋め込まれてたりしますけど、うん、いや意外や意外ここっていう、そうですね、だ角度によっては見えにくくなっちゃうんじゃないかなみたいな、うん、うまくでもそこ被らないような多分あれなんですかね。おそらくそうですよね。であとは43になるとこのオーバルの4本出しということで、はい、そうです、はい、これバルブもついてるんですよね。はい、ついてます。そしてマフラーもなんちゃってじゃなくちゃんと内側も4本出しということで、はい、でディフューザーも下に全部つながる、うん、あ、ディフューザーもちゃんとここ抜けるようになってたりとか、やっぱりいろいろ考えられてるっすね。そうですね、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いて内装を見てみたいと思います。あ、これ今つけましたね、はい、はい、これがもうほぼ223と一緒の仕組みって思ってもらった方が、そうです、ドアノブ自体はそうですね、はい、まあ、要はこれ出てきたり引っ込んだりするタイプ、はい、でアンロックしたりするとここが出てくるタイプで、これ中光るんですね、はい、そうなんですよ、光ってるんですよね、はい、このふわーって光る。そしてこれ例のあれですよね、はい、ワイヤーじゃなくてこの電子のスイッチが反応すると開かないです。はい、はい、開いた、はい、失礼しました。はい、もう一回いきます。これが一定のところまで行くとスイッチが反応して勝手に開くと、はい、そして内装に関してはもう SL らしいこの何ですか、ゆったりしたシート、そうですね、はい、これナッパレザーので体に触れる部分が全部パンチングになってるタイプで、はい、これシートだいぶかっこいいですね。シートいいですよね、はいはい、で背中のその AMG のプレートもすごくいいなと思いました、はい、なんかおそらく座ったらそこ当たらないですよね。当たらないはずです、はい、はい、これこの後確認してみたいと思います、うん、そして当然エアスカーフ付きということで、はい、まあ、屋根開けて乗る車なんでその辺の快適性なんかもしっかり備わっております。で調整に関してはここも223をすごく、はい、もうそのまんま同じような感じですね、はい、プレルタイプのシートの調整、はい、で割と細かく調整できる感じで、ドアのこの作り込み、はい、もう223かなり近いなっていう、そうですね、やっぱり立体的な感じが多いですよね、うん、全部浮いたデザインで全てアンビエントが入ってる感じ、はい、でやっぱり SL ですから、はい、素材感はめっちゃいいです、はい、このナッパレザーのステッチの入ったこのドア張りがここだけじゃなくてこの下も一番下もですもんね、はい、そうです、全部レザーということで、この辺の豪華さはやっぱりさすがだなと、うん、そうですね。そして内装に戻りまして、ステアリングはまあ最近のモデル共通の、はい、このトンボっぽいステアリングと、はい、あとは奥側のメーター、これもフル液晶になっているということ で、はい、で液晶になったのにフードが、そうそう、これ残ってるって言っていいのか、なんか横にこう結構フードというかあれがあって上が抜けてる感じですよね。ちょっと変わったデザインです。ただ今の車本当にあの G クラスなんかも、はい、もうモニターでこう、うん、バチンっていう感じだったんで、はい、まあ、この辺視認性含めこの後乗ってみたいと思います、はい、そしてやってまいりましたセンターの 11.9 インチディスプレイ、はい、これがなんと角度調整可能なディスプレイ、はい、この辺がだからいろいろ海外の部分とかでもいろいろ物議を醸してたというか、いろいろ注目されてました。あ、なるほど、すごいなんか革新的なことをするねっていうのとそうですよね、はい、大胆なことをするねっていうのが結構多かった印象です、はい、この後、確認してみたいと思います。続いて乗ってみたいと思います、はい、今回あの新興車ということで表情盛りだくさんなんですけど、はい、そのまま乗っちゃいます。当然もうほぼ使用感ないです。でやっぱりここ少し感じますけど、あ、そうですね、やっぱりドア大きいんで乗り込みやすいです、はい、そしてですね、だいぶ遠いですはい、失礼しました。でシートは、あ、めっちゃいい、シートはいいです、本当に座り心地よくて、硬いんだけど、うん、
なんかタイトさはそんなにない、はい、サイドサポートの高さもちょうどいいし、背中のこれすっごい張り出してるね。これそうですね。あと意外や意外お尻深いですよね。確かに。だからもう包み込まれるシート、うん、で本当に硬さあるけど、あの窮屈さはない、はい、そしてヘッドレスト適度に前に出てるんで、この背中のプレートはやっぱり当たらないですね、はい、大丈夫そうです。そしてステアリングはこんな感じで、これもうおなじみですもんね、はいはい、こんな感じで、モード切り替えだったりだとか、あとはスポイラーだったりとか、はい、その辺できる。この辺オンにしてみましょうか、はい、こんな感じで、あ、かっこいい、はい、AMG のこのラインと両方出てきて、でこんな感じでモード切り替えが、今エンジンかけてないとできないんですけど、こんな感じでできる感じになってます、はい、であとこれがさっき下見で見させてもらって、こうモニターつながってて右左っていう印象だったんで、はい、つながってないでこっちのこっちで操作すると少しこう不思議な感じしますけど、はい、まあ、慣れれば OK なのかな、はい、でこっちはこんな感じで他モデルにもつながるところを感じつつ、新しいですねやっぱり、はいはい、でこの辺がこんな感じで、当然いろいろナビなんかもフル画面で出したりとか、はい、でもこの操作感に関しては、毎回ちょっと言っちゃいますけど物理キーの方が使いやすいのかなって思いました。 でもうこの辺になってくると、もうもはやもう未来を感じます、はい、そしてフードに関してはやっぱり両サイドあるんで、はい、ちゃんと端っこも視認性いいです、はい、で個人的にはここが欲しかったですやっぱり、うんうん、デザイン的にでも面白いですよ ね、 すね、新しいデザインですね。だからすごい未来をなんかこうちゃんと取り入れてるというか、うん、やりすぎてないところで、はい、うん、感じます。こんな感じのメーターで、今回僕予習はしたんですけど、機能的なものはほとんど分からなかったので手探りで紹介したいと思います、はい、で全体的なダッシュボードに関してはこのモニターに目が行きがちなんですけど、はい、すごいこう水平基調なのと、あとすごいクラシックを意識してるんですよ、はい、だ初期型の、300SL なんかにかなり近いというか、はい、雰囲気残してるダッシュボードになってると。そして当然ブルメスターも標準装備で、11スピーカーの 650W かな、あ、はい、その辺なんかも全部標準装備ということで、ツイーターもついてて、こっちにもツイーターじゃなくてこれはフルレンジかな、ミッドかな、わかんないですけど、この辺もついてて、うん、で下にもちゃんとスピーカーついてて、これあれですね、スピーカーグリルのデザインが少し、確かにこの辺とか ね、すごい細かいところですけど、未来感も感じつつすごいデザイン性高くなっております。そしてエアコンの吹き出しはこれ新しいんじゃないの、そうです、他モデルこれないよね、はい、まだなかったと思います。そして風の出したり止めたりはこの全体的なのを回すタイプ、そしてアンビエントがめっちゃ効いてるの、そう純正でもなんかだんだん明るくなっていってない、明るく結構濃いですよね明るさも、はい、テラス範囲もだんだん増えていってる気がします、はい、こんな感じで、で全部つながるデザインなんで、この上が、はい、こう囲われてる感というか、そうですね、はい、一体感すごくあります。そしてやってまいりましたこのモニター、はい、これは多分223がもう出てるんで、そんなに多分っていう感じはしないんですけど、 SL でこのサイズだいぶ大きさを感じます。大きいですよね。で当然埋め込まれてないんで、この裏は、はい、こうスペースがある感じ、はいはい、ちょっと貧乏症土屋としては掃除が大変そうだなっていうあとこのモニターのおかげでこのスタートボタンが少し押しづらいなっていう、スタートボタンそうなんですよね、ちょっと、ね、はい、この辺でもうこの辺がステアリングでもいいかなと思っちゃう確かに思ってしまいました、はいはい、そしてこの中身に関しては割と223踏襲してる感じって思ってがいいんでしょうか。そうですね、あんまり変わらないですね、はい、まあ、タッチなんかに関しても、はい、まあ、AMG なんで AMG パフォーマンスのメニューがここにあったりとか、はい、なるほど、今機能的に、はい、かけてないんで、はい、合ってますけど、であとナビに関してもこんな感じで、はい、あとはまあコンフォートで、コンフォートこれどこまでついてるの。コンフォートはでもベンチでマッサージもついてる、マッサージはついてないと思います。あ、リアクでしょ、あれか、あ、ついてます、ね、あ、ついてる、マッサージついてますね、43でついてますね、はい、でこの辺の調整なんかも、あ、ヒーターも全部調整できる、そしてアンビエントは64色かな、おなじみの、はい、ついております、はい、全部、まあ、この辺はだからもう思ってるものが大体ついてると、ついてるって感じですね、はい、でメディアに関してはあ、テレビも全部ついてると、はい、はい、こんな感じでしょうか。
どこ教えるか分からないじゃないですか。はい、どこで教える。 まずこのかすかに今テレビの音が流れてるんでボリュームちっちゃくしようと思ったんですけど、あの操作方法が分からないです、はい、こんな感じになってます。あとここで、まあ、頻繁に使うものに関しては物理キーじゃないんですけど一応スイッチが出してあると、はい、で先ほど触れたこのボリュームもそうだし、あとここ、はい、これがなんとディスプレイアングルですね。こんな感じで角度調整ができると、はい、要はこの座高が高い人低い人でこの反射で見づらくならないようにちゃんとベストな角度にできると。マックスどこまでいくんですか。あ、結構いくね。存在感すごいですね、はい、でこれがなんとソフトトップにも連動してて、結局ソフトトップでこっちから光が当たると見づらくなったりもするんで、はい、ソフトトップで開けた時用の調整なんかも個別にできるっていう話です。はい、音が少し気になってしまいましたそうですね、昔のあのインダッシュナビみたいな、はい、はい、もう本当そんなイメージですよね。こんな感じ結構音出るね、やっぱりウィーンって、うん、はい、そしてこんな感じで、あ、こっちか、はい、ルーフに関しても物理キーじゃないということで、はいはい、これで、まあ、押してこうやったりするってことですね。これをスライドするって感じです、はい、ただまあここのボタンを実は押すだけでも、あ、そうなんだ、できるので、それをちょっと知ったので、なるほど。で当然あのキーレスのリモコンでも開けたりすることができる、はい、ということ で、はいはい、で先ほどちょっとありましたね、これディスプレイを傾ける、はいはい、こういうのもできるみたいです。そしてカメラ関係に関してはもうフルフルでついてますので、はい、あ、ちょっとかけた方がいいですね、はいはい、指導に関してはノーコメントでお願いします。はい、ちょっとうるさくなっちゃいましたけど、こんな感じで、これだからすごいよね、はい、もう最近のメルセデストップレンジよくついてますけど、こんな感じでグイングイン動かせる360度カメラと、まあ、個別のカメラも全部ついてるんで、はい、まあ、車の形がこれなんで、まあ、少し前なんかも見づらいですけど、まあ、その辺のサポートが、まあ、全部ついてると、はいはい、こんな感じになっております。止めましょう、はい、こんな感じのモニターに。ここだから結構好みは分かれるのかなっていうのは感じました。うん、あ、でこれ後ろってなんかあれなんだね、プラスチックなんだね、はい、なんか布的なものでこう、まあ、隙間ができたり、ね、縮んだりっていうのあるのかなと思いきや、ここ結構プラスチックでそのまんまなっております。そしてここがドリンクホルダー、はい、あ、置くだけ充電ついてる、はい、標準です。最近なんか半導体とか言ってみんななんかついてないのに、うん、そう、標準ですよね、はい、というわけでかなり奥が深くて幅もあるよね。はい、そうです。今通常どんなスマートフォンでもある程度開けると思います。 iPhone の一番でかいやつももしかしたら入るかもっていうサイズです、はい、標準サイズだったら多分全然大丈夫だと思います、うん、で USB が2系統、はい、はい、だと標準のドリンクホルダー、定番の取り外せるタイプですよね。あ、外せないのか、外せないかもしれないですね。外せる、あ、外せるっぽい、はい、外せるっぽいです、うん、外せるっぽいですね、はい、そしてあとはここはもう完全に、はい、手を置くためのものです、ね、はい、あれあれ今まであったこのライトとかがなくなって、はい、のはずです。これは何も機能としてはないはずです。あ、そうなんだ、はい、けどこうちょっと矛盾を感じちゃいましたあ、これだけ残ってるんだ、うん、これそうですね、はい、あ、そうなんだ、こんな感じに。そしてアームレストの中はこんな感じでちょっと深さがあって、もう一個タイプ C と、はい、っていう感じですかね、はい、はい、で全部レザーなんでやっぱり質感はいいですね。そうですね、はい、この横も全部レザーだし、この下もレザーだし、はい、非常に。でこのパネルの位置関係に関してはちょっともうちょっと僕ベストポジにしますね、はい、悪くないっす全然。なんかその結構海外のレビューとかだと、はい、この距離感がっていうの結構あったんですよ、うん、要はこう奥すぎたり手前すぎるって書いてあるのが多かったのかな、うん、僕としては割とハンドルと同じぐらいの位置関係なんで操作はしにくくはないです、はい、ただやっぱり右利きなんで僕ちょっとこのいくらこのベストなポジションにあってもやっぱりあるかな。あ、僕は逆にバックカメラ起動時画面が近すぎると思ったんですよ。あ、やっぱ今までってもっとこの辺りに出してもあるじゃないですか。確かに。でやっぱ結構10センチ15センチぐらい近くなってて、で画面が大きくて解像度はいいんですけど、なんていうんですか、こう座ってる位置目線から結構斜めにこう画面を見るので結構見にくいです。確かに。
この進行方向とこのメーターとここの位置のそれぞれのこう近さが違うんで、そうですね、その焦点を合わせるのに少し慣れが必要かなと、うん、かもしれないですね。だこれって多分なんかその動画とか写真で見るより実車を本当により体感した方がいい車になってる気がする。はい、なんか今までの流れと全然違うことをしてるんで、うん、まあ、これ本当に一回見た方がいい、うん、じゃあなんで動画撮ってんだよって話なんですけどまあ少しでも分かるようにということで、はいはい、そして内装、ペダルこんな感じで、はい、ペダルに関しては足元結構狭いというか、うん、タイトさありますやっぱり、はい、そうですね。でどうだろう、まあ、位置関係に関してはブレーキ本当にセンターよりちょい右なんで全然、ただやっぱりフットレストがこのトンネルがでかいせいか、はい、大きさはあるんですけど、そうですね、まあ、踏み間違えちゃうほどじゃないんですけど少しタイトさを感じます、うん、そして高さがやっぱりない。あ、そうですね、高さないですね、うん、だから本当運転席座るともうほぼ見えないというか上が、うん、ブレーキペダルが見えないぐらいの位置関係だ、運転しづらさはないのかなと、はい、囲われている感があります。あ、ライトのスイッチとかもだって223とかとほとんど一緒だ、はい、こういうタイプなんだね。なるほど、あ、音も一緒だ、はいはい、こんな感じになっております。そして天井に関しては黒のファブリック、はい、これルーフのカラーとセットでなんか違う生地になったりとかっていうことなんですけど、あ、そうなんですね、黒いルーフだとこの黒いファブリックが標準ということです、はい、グレーのトップと赤のトップになるとこっちがダイナミカになるのかな、みたいです。でバイザーに関してはこのビニールのタイプ、はいはい、これちょっともう僕の勝手な期待値が高すぎたせいで言ってるんかもしれないですよこういうのもちょっと新車だからのがもうちょっとスッてこう行ってほしかったなっていう、戻る力が結構強いですね。そう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 指結構挟まりそうなぐらい、今回は僕のザレ言なんて聞き流してください。こんな感じです。そしてあ、これかっこいい、はい、これも浮いてるデザインで、うん、しかもちゃんとここなんていうんですか、プラスチックのパーツが彫ってあるんで、はい、非常に立体感がある。こんな感じで、でこの辺はまあおなじみですよね。そうですね、はい、はい、なっております。であとは今回の新型 SL 大きなトピックとしては後ろの座席がつきましたということで、はい、4シーターですね。つきましたって感じですね、はい、ただ今日いるカメラマン含め3名乗れる人にはいないです、はい、推奨の身長が150センチまでということで、はい、もうほぼだから大人の方は無理ですよね、はい、でチャイルドシートつけると135センチかな確か、はい、なんで本当に緊急用、はい、911より狭いんじゃないかなっていう。そうですね、これ検証はいいですか。あ、でも同じぐらいに見えますよねあ、なるほど。でもほぼ直角のリアシートと、まあ、足元に関しては僕今ベスポジですけど、まあ、大体もう本当に握り拳1個ぐらいしかスペースがないんで、おそらく小柄の方でも無理じゃないかな、うん、だからこれって本当に人乗せるっていうよりかはこのリクライニングと、はい、あと荷物置きとして使える感じじゃないかなと。で装備に関しても何もないですもんね。はい、特にないです、はい、で一応アイソフィックスはついてるんで、まあ、本当に小さいお子さんだったり、はい、で使っていただけるんじゃないかなっていう、そんな感じの内装になっております、はい、続いてルーフの開閉を見てみたいと思います。ルーフの開閉、まあ、室内のスイッチでもできるんですけど、はい、今回キーレスで閉めてみたいと思います。長押しするとあ、これが独特です。回転して、はい、でこの Z 型に折りたたまれたルーフがこんな感じで出てくると。で動作自体は15秒で完結すると、はい、こんな感じになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、で中の前にここがそうですね、はい、カブリオレスタイルです。これは見てもらいましょう。はい、はい、やっぱり多分写真で見てるのと実写見るのにだいぶ違うと思うんで、うん、で気がついたのはここ911のカブリオレみたいに隙間空くんですね。結構そうですね、はい、なんかピタッとなったりとかっていうんじゃなくって、はい、まあ、Z 型に折りたたまれてる関係だと思いますけど、はい、結構ここは隙間が空くデザインで、モールがやっぱりここで、ここも911と一緒だなと思ったんですけど後ろまで繋がらないんですね、はいはい、でやっぱりリアかなり傾斜してる、うん、だからこれ引いてみるとだいぶこう印象また違うのかなっていう。そうですね、はい、うん、近くで見るとやっぱりここがなんかこう出っ張ってるように見えますけど、
そしてトランクの方は当然握っても開けられるんですけど、ここですね、はい、だとキーレスでも開けられますけど、足で開けるのもついてるということで、こんな感じで、はい、でフルパワーということで、はい、当然閉じるのもパワーでできちゃうと、はい、そして、トランクの方が240リッターということで、はい、見た感じゴルフバッグとか全然無理そうなんですけど、はい、なんか資料だとなんか2個いけるとか、うん、いけるらしいです。でルーフ格納する関係で、まあ、ここが、まあ、歴代こういう機構ついてますよね。はい、あります。でこれがこの上のこれで1回押すと、まあ、ちょっとスペースが確保されて、はい、奥行きもいけると。あと日本仕様だけかどうかわからないですけど、ブルーメッサー全部標準ということで、はい、こっち側は奥行きが少しだけ、まあ、言ってもそっち側もネットがついてるんで、はい、まあ、そんなに取れないですけど、まあ、だから長物の時は本当にリアシート倒して縦方向で積む感じになるのかなっていう感じがします。はい、そしてこの下はこんな感じで少しだけスペースがあってっていう感じですかね。はい、あ、これ引っ掛けるやつとかないんですね。ないですね。はい、まあまあ多用する感じではないですからね。本当にパンク修理キットと牽引フックのやつがついてるだけなんで、はい、まあ、深さも本当に5センチぐらい、まあ、ちょっとした小物が入るかなっていう、そんなスペースになっています。だいぶ先代からゲートの形変わってるのが、あ、そうだね、全然違うね。前はもっと多分ここがこう深く下まであったので、こういうシルエットだったのね。本当にここだけの大きく変わって、ちょっと荷物の出し入れは変わるかなっていう感じしますね。まあ、使い勝手もかなり変わってそうな印象です。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、あの僕の個人的な感想はひとまず置いといて、あのスペックから紹介します。はい、で排気量の方が 1991cc、 2リッターなんですね。はい、 SL にもとうとう2リッターが SL が2リッターなんですね。はい、びっくりです。これが随分こう幅があるなと思ったら、はい、タービンとタービンの間に、うん、まあ、そのモーター的なものが入ってて、はい、まあ、要は排気がアクセルオフした時なんか排気でまあ旅回すんですけど、その排気が少なくなった時もここで電動のものが回って加給し続ける、はい、だからターボラグをもう極限までなくした仕組みになってるそうです。はい、でこれが F1 のシステムをベースにしたものらしい。そうです。エレクトリックエキゾーストガスターボチャージャー、はいはい、ということで、もう本当にもう現代のなんかこう、うん、レースからレースで鍛えたテクノロジーが、まあ、市販車に生かされてるって、はい、なんかこの辺はなんかもうトップレンジというか、はい、もう伝統のこの SL らしい、うん、なんか最新のものというか最新の技術が詰め込まれてるんだなっていう感じました。はい、でこれベースのなってるエンジンの方が M133 エンジン、はい、これは現行の、4号エンジン A45 とか、はい、CLA とか GLA とか、あの辺のエンジンが、まあ、エンジン自体はベースになってる、はい、でその辺のエンジンもすごいんですよね。まあ、当然チリンダーはあのスリーブレスのものですけど、はい、ナノスライド加工がしちゃったりだとか、あとピストンなんかも PVD コーティングって言って、まあ、要は本当にあの潤滑必要としないぐらいこう、はい、摩擦レスみたいな、摩擦レスみたいな、はい、そういう組み合わせになってる。そしてもう一つヘッドの方はなんかこれジルコニアが添加されたアルミ合金ヘッドということで、はい、で熱伝導率がめちゃいいらしいです。もはや一般人には、はい、どういう技術でどんだけすごいのかわからないぐらい、もういろんなもののもう技術が詰め込まれてる、はい、で、これ4号おなじみなんですけど、なんかクローズデッキになってるということで、はい、あのディーゼル並みのその耐久というか、エンジンのその剛性が、うん、ディーゼルってもめちゃくちゃこう圧縮高くても OK なように、はい、しっかりこう密閉できるようになってるじゃないですか、はい、それ級のエンジンのその仕組みになってるそうです。具体的な馬力でいうと381馬力、はい、トルクの方が 48.9 キロということで、はい、まあ、この辺は 4.3 なんで、まあ、ちょうどいいってことはないですけど、まあ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 っていう馬力なのか。そしてこれに組み合わせるミッションのが急速オートマ AMG スピードシフトということで、はい、まあ、従来63に搭載されてたミッションが、はい、まあ、当然、はい、あの再調整はされてるんですけども、はい、同じ仕組みのものが搭載されてると、はい、で 0104.9 秒、マックス275キロということで、うん、もうだからもう間もなく電動化が控えてるじゃないですか、はい、もう電動化一歩手前のもう現代のテクノロジーを全部詰め込んだ内燃機関のエンジンなのかな。そうですね、はい、まあまあ言ってしまえばもう新しい内燃機関のエンジン、ね、これもうめちゃくちゃ乗ってみたかったんですけど、あの残念ながら今回乗れないということで、すみません、次回機会があれば乗ってみたい。あまりにも距離移ったもので、あのいろんなレビュー海外のとか見たんですけど、はい、かなりこう走りは、うん、あの軽快、そうですね、はい、軽やかっていう風に書いてあるのが多かったんで、うん、まあ、この辺は機会ありましたらお届けしたいと思います。はい、続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。
続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回残念ながら試乗はなかったわけなんですけれども、はい、排気音だけで、まあ、走りの感じはお届けしたんですけど、はい、結構なんかこうレスポンス上がるのはいいけど、この下がってくるのが緩やかなんだな、ちょっと緩やかですね。だその辺はもしかしたらその走ると違うのかなって、うん、そんな気はします。なんでよりこう走ってみたかったんですけど、残念ながらということで、はい、ちょっと今回の答え恐竜なので、また、ね、まあまあ機会があれば、そう機会があればぜひ撮りたいと思うので、で逆にいろいろ今回あのメカニズムのところだったりとか、はい、まあ、あとその電動のものだったりだとかで、うん、あの走行の期待値だいぶ上がりました。そうですね、はい、はい、またもしかしたら走行レビューであの僕の個人的な見解をいろいろ述べてしまうかもしれないんですけども、あとはこれの後に63が日本でも控えてるじゃないですか。はい、一応ちょっとまだまああの確定情報ではないので、あくまで参考までっていう形なんですけど、一応来年のどこかでは追加になるっていうことで、ただまあこれもまあちょっと前の情報だと SL もラインナップが SL53 だか55と63っていうまあモデルが控えてるようで、どれが日本に入ってきてどのタイミングで来るかってちょっとわからないんですけども、まあ追加になるのは間違いないと思うので期待していただければなという形です。そしてもうスタイリングに関しては本当にぐちぐちって申し訳ございませんって感じなんですけれども多分なんですけど、僕勝手な個人的な見解としては、あの BM の、 あの3、4が出た時みたいに、うん、まあ、見慣れると多分印象がまた変わってきたりもするのかな。あとは特にうちなんかだと結構こういじるとめっちゃかっこいいんですよねって車もあるじゃないですか。ありますね、はい、これ少し何か触ってあげるだけ、特に今車新しいんで、うん、はい、まあ、そういうことをしていただけると、うん、なおさらこう印象だったりだとか変わってくるんじゃないかなって、うん、ね、可能性というかポテンシャルはものすごく感じました、はい、なんでその辺も踏まえていろいろご相談いただけるといろんな提案ができるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG SL43 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。